アメリカで1953年に行われた2 8 0ト、mm、ル原子砲の実射実験原子砲とは、冷戦期に開発された小型の原子爆弾を砲弾化した核砲弾を発射する火砲である。アトミックキャノンとも呼ばれる。核兵器はまずは航空機に搭載する爆弾として開発されて実戦使用されたが、運用の柔軟性を求めて航空爆弾ではなく、 過砲によって打ち出される砲弾としての運用が求められ、また大型の爆撃機に搭載する戦略兵器としてではなく、前線部隊の用いる戦術核兵器としての運用が求められた。それらの要求に応えるため、砲弾サイズの核兵器として開発されたものが核砲弾であり、それを発射できる砲として開発されたものが原射砲である。しかし、初期の核兵器は、 技術的な限界から総じて大型であり、砲弾のサイズも大きくならざるを得なかった。加えて、核爆発の威力の大きさから、発射した、自分自身の被害を防ぐために長射程の火砲である、ことも求められ、これらの条件を満たすものとして、原子砲は、必然的に火砲としては大口径大型のものとなった。 前後に軽印車を連結した状態の m 六十五二百八十ミリメートルカノン砲原子砲の名称で呼ばれた最初のものは九百五十三年にアメリカ陸軍が開発した m 六十五二百八十ミリメートルカノン砲であり原子砲の名も元来はこの砲の通称として生まれたものである m 六十五は口径二百八十ミリメートルと陸上の砲としては大口径であり その大きさと、重量ゆえに自走はできず、移動時には、前後に、専用の牽引車を連結して搬送した。砲は長射程確保のためカノン砲となったが、同口径の通常砲弾用カノン砲と比べると、射程は短く、約 30km となっている。その後の核技術の小型化は、核砲弾、ひいては原子砲の小型化を可能にした。上述の M65 では、 核砲弾を運用するために専用の砲が必要であったが1957年には 203mm 砲用の W33 核砲弾の配備が開始されている。さらには W48 の実用化により 155mm 砲でも核砲弾の使用が可能となった。203mm 砲や 155mm 砲はアメリカ軍で 一般的に配備されている火砲の光景で、自走砲も多種開発されて運用されており、これらの光景で使用可能な核砲弾が開発されたことは、通常の火砲で榴弾と核砲弾の双方を発射できることになり、運用性が大幅に高まることとなった。これを受けて、大型特殊な M65 2 8 0トルカノン砲は1963年に、 退役している。これにより、以後は、核砲弾は、一般的な核砲の用いる砲弾の一種でしかなくなり、核砲弾を発射するための専用の砲という意味での、原子砲という用語自体が無意味なものとなったが、その後も、核砲弾を発射できる砲という意味での、原子砲という通称は使われており、使用弾種に核砲弾が用意されていることが知られている中から、 大口径の榴弾砲やカノン砲を指して原子砲と呼称している例が見られる。この他、アメリカ合衆国が開発した大口径無反動砲のデイビークロケットは外装式に核弾頭を装填し局射弾道で持って発射を行う核無反動砲であったが原子砲と通称されることは少ない。ありがとうございます。